こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではニットというアイテムについて解説をしてみたいと思っています。まあ、秋ですとか春にニットというアイテムはめちゃくちゃ重宝するアイテムなんですよね。まあ、このようなトップスの中には様々なバリエーションがありまして、ニット以外だと例えばロンティーだとか、あとはスウェットだとか、こういったものが似たようなものとして挙げられるんですけども、それらと比較して今僕が着ているようなニットというのは大人っぽく見えて小綺麗にも見えるので、僕たち大人世代にはですね、ものすごく重宝するアイテムなんですね。ですので僕の中では結構ですね、真夏以外の3シーズンニットを着てることがめちゃくちゃ多いんですね。まあ、僕自身も好きですし、お客様に提案することもあるんですが、まあ、こういったニットというものをですね、ぜひ大人の男性には着ていただきたいなと思っています。ただニットといってもですね、様々なバリエーションがあるので、こういうニットはこんな着こなしがいいだとか、一方でこういう特徴のニットはこのような着こなしの方が合うようですとか、まあ、そういったですね、ニットごとの特徴だとか似合いやすいスタイルについても今日は解説をしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思っています。こちらのチャンネルではメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速ニットの解説に入りたいと思うんですが、ニットというのは大きく分けると薄手で目が細かいものと、割と肉厚でざっくりと編んであるもの、この2つに分けることができるんですね。前者をハイゲージニットと呼んで、後者がローゲージニットと呼んだりします。まあ、ちなみにですね、今僕が着ているニットなんですけども、こちらはですね、いわゆるハイゲージニットと呼ばれるもので、結構目が細かいんですね。見ていただいて分かりますかね。ニットというよりはちょっとロンティー的に見えるような、かなりですね、目の細かいようなニットなんですね。まあ、よりオーソドックスで定番的なニットといえばこちらの方が思い浮かべる方が多いのかなと思っています。こういったニットの特徴なんですけども、割と薄手でタイトなものが多いんですね。まあ、僕の着こなしを見ていただくと、結構ですね、上下とも細身で今っぽいというよりは定番的な着こなしかなと思っています。まあ、このような薄手のニットというのは、ニットの中でもちょっと上品に綺麗めに見えやすいという傾向があって、僕はこういったものを着るときには単体で着ることはあまりありません。今もやってるんですけども、ちょっと見えるかな、内側にですね、白の丸首の T シャツを着て、その上にネイビーですとかブラックのこのような丸首のハイゲージのニットを着るようにしています。そしてこの首元から少し白 T が覗くようにするんですね。そしてこの上にはですね、今こちらにご用意しているようなジャケットを着ることが多いですね。この単体の着こなしはほとんどすることはありません。ハイゲージニットというのは結構薄手になっているので、重ね着に重宝するんですね。特にこの上にジャケットを羽織ることが多いので、ちょっとこの上に羽織ってみたいなと思います。はい、こんな感じですね。まあ、ジャケットを羽織った時にインにですね、こういうハイゲージのニットを入れるという着こなしは結構定番的なので、ぜひ皆さんにお勧めしたいなと思っています。まあ、ハイゲージのニットでしたらこのような重ね着が可能なんですが、ローゲージですとか中肉厚のニットだとなかなかジャケットとの重ね着ってしづらいかなと思うんですね。ですので秋口にですね、ビジネスカジュアルですとか、ちょっときれいめなオフのスタイルとして、このようなレイヤーのスタイルというのはぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。まあ、ハイゲージニットというのは決して今っぽいシルエットのものではないんですが、それでもですね、重ね着の一部として活躍してくれるので、僕自身はとても好きなアイテムなんですね。ただこれはですね、似合う人と似合わない人が結構分かれて、割と痩せ型の男性にはハイゲージのニットってよく似合うんですね。ハイゲージのニットは体にフィットするものが多いので、あまりにピチピチすぎると痩せ型の人だとバランスがいいんですけども、ちょっとぽっちゃり体型の方だとピチピチに見えてしまうので、窮屈な感じがしてしまうんですね。ですので着る人の体型にはちょっと左右されるかなと思うんですが、痩せ型から普通体型の方はぜひハイゲージのニットというものもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、お店としてはですね、ユニクロで定番的なものが取り扱っているので、まずはそういったものから取り入れるのもいいかなと思います。でもうちょっと投資をしたいなという場合は、今僕が着ているのはビームス F というお店のオリジナルのものなんですが、こういったものもですね、非常によくできていますね。いわゆるセレクトショップのオリジナルですね。こういったものもいいと思いますし、さらに投資をできるのであれば、もう定番はジョンスメドレーというニットのブランドがあるんですが、ここのハイゲージニットはものすごく上品なので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。続いて今度ご紹介するのはローゲージニットと呼ばれるものですね。
まあ、具体的にちょっとお見せをしたいんですが、このようなニットになります。見ていただいてわかるかな。結構ですね、編み込みがざっくりとしていて、先ほどのハイゲージニットに比べると厚みもあるんですね。ですのでこれ単体で着ても結構あったかいですし、この上に重ね着をするときにはジャケットは正直難しいので、コートなんかを重ね着すると良いかなと思っています。今日僕が持ってきたのはこういったオーバーコートですね。このようなローゲージのニットの上にアウターを重ね着するというのは真冬の定番的なスタイルで、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいスタイルかなと思っています。まあ、このローゲージニットというのは様々な体型の方に似合いやすいのもすごく使いやすいポイントなんですね。まあ、この後ですね、実際にこちらのローゲージニットの方も着用しながら解説をしていきたいなと思っています。はい、着替えてみました。今度はですね、ローゲージニットを着てみたわけなんですが、まあ、先ほどのハイゲージのニットと比べるとかなりですね、シルエットも変わってくるかなと思います。身幅も結構ゆったりめで、これはですね、1枚で着ても様になるニットかなと思っています。まあ、ハイゲージニットのタイトさというのも決して悪くはないんですが、今っぽさというところにはちょっと欠けるかなと思うんですね。その点このですね、ローゲージニットのゆったりさというのは今の雰囲気にもすごく合いやすいのかなと思っています。まあ、今僕が着てるのは今季のユニクロ U の商品なんですけども、非常に軽量で着ていても疲れないローゲージニットかなと思っています。結構ですね、ローゲージのニットって重みがずっしりあるものも少なくないんですね。ですので長時間着てると疲れるなって思うこともあるんですが、これは結構軽くて長い時間着てても決して大変じゃないのかなという感じがしています。そして特徴的なのは編み込みの粗さですね。それはですね、ちょっと見ていただいてわかるかな。まあ、こんな具合で編み目というのがですね、先ほどのハイゲージのものというのはほとんどですね、感じられないぐらい滑らかだったんですが、こちらのローゲージに関しては割とざっくりで、編み目がですね、見ていてもわかるかなと思います。このカジュアル感というのがローゲージニットの魅力でもありますし、すごくですね、バランスがいいのかなと思っています。でサイズを選ぶときには、まあ、通常サイズを選んでもいいですし、僕も今回はワンサイズ上げて M サイズを選んでいます。少しゆとりを持たせてニットは選んで、そしてボトムスで引き締める、これがですね、大人の男性にも似合いやすいフィット感かなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。今僕が着ている色というのは明るい色ですね。ユニクロ U の中ではナチュラルという表記になってるんですが、ホワイトですとかオフホワイトですとかアイボリーのような少しですね、明るさのあるものを取り入れると、この上にコートを羽織った時にもですね、差し色として映えるんですね。ですので一色はニットの中でもこのような明るい色を持っていただきたいなと思っています。そしてもう一着に関しては濃いものですね。こちらも今季のユニクロ U のニットなんですけども、こういったダークグレーですとかネイビーブラックですとか、このような濃い色のニットを持っておくとすごく便利かなと思っています。まあ、ニットはですね、結構この時期はめちゃくちゃ使うので 2,3 種類は持っておいていいのかなと思っています。まあ、優先順位で言うと濃い色の方が合わせやすいので、こちらから買って余裕があったら明るい色もトライをしてみると良いかなと思っています。そして僕はですね、意外とこういった差し色みたいなものも使うことがありますね。これは春に買ったものなんですが、ちょっとこう淡い色味のものなんかもですね、一着あったりすると着こなしの幅がぐっと広がったりするので、ぜひこういったものもですね、検討していただきたいなと思っています。はい、ということで今回はニットというアイテムについて解説をさせていただきました。このアイテムがあれば春、秋、冬と結構様々なシーズンで使えますので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思っています。結構ニットというのは着る人は着るんですよ。でも着たことがないという方も意外と少なくないんですね。ですのでまずは身近なユニクロでこういったものを試してみるのが良いかなと思っています。ユニクロのハイゲージニットもそうですし、今季のユニクロ U のニットもすごくいいので、まずはこういったものを3,000円から4,000円ぐらいで買えるので、トライをしてみるのもいいかなと思います。そしてニットというものに慣れてきたら、もうちょっと価格帯を上げて、例えばユナイテッドアローズですとか、ニットで言ったらトゥモローランドなんかもすごくいいですね。あとはニットの専業ブランドであるバトナーですとか、あとは老舗のジョンスメドレーですとか、こういったところまでチェックできると結構ニットも奥深くてですね、皆さんにも楽しんでいただきやすいかなと思っています。今年も僕はこれからもですね、あと 1,2 枚はニットを買い足したいなと思っていますので、また新しいものを新調したら皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。